はい、今日のニュースはですね、東京オリンピックのロゴ、エンブラムって言うんですかね、あれをね、ちょっと今風に変えちゃったやつがいて、それでね、ちょっと賛否が分かれてるっていうニュースです。ちょっとね、ニュース記事読んできますね。組織委が外国特派員協会に抗議、コロナを模したエンブレムで東京五輪。これ、コロナを模したエンブレム。まあ、先に見せちゃいますね、これです。で、東京五輪、パラリンピック組織委員会は19日、日本外国特派員協会 FCCJ が会報に掲載した大会エンブレムと新型コロナウイルスのイメージを掛け合わせたデザイン画を取り下げるよう求めていることを明らかにした。CCJ の月刊誌は、ナンバーワン新聞4月号の表紙と公式サイトに掲載されている。このなんかナンバーワン新聞っていうなんか会報があるんですね。日本外国特派員協会の会報がね、これの4月号の表紙と公式サイトに、この東京オリンピックのエンブレムをコロナウイルスと合体させたこのロゴマークエンブレムを掲載して、なんか問題になってるってことですね。4月号の表紙と公式サイトに掲載される。組織委は先週これを確認、日本側の東京五輪パラリンピック組織委員会がこれを確認と、先週ね、で口頭で取り下げを求めたが、文書での提出を求められ18日にメールで送付した。なんか口頭で言ったけど文書で言ってくれって向こう側から言ってきてんですね。でメールで送付したけれども、なんか文書で出してくれって言ったくせに、19日午後の時点では回答はないという。まあまあまだ1日ぐらいですからね、経ってるのはね。皆さんでもどう思いました、この風刺画。まあ風刺画っていうかね、まあコロナと東京オリンピックね、合わせてやっぱりね、賛否あるみたいです。人によってはなんかトンチが効いてるというか、風刺が効いてていいねっていう人も結構いるみたいで、もちろんね、そんなけしからんみたいなねことを言う人もいるでしょうし、僕はなんかどっちでもないかな、僕個人ですよ、僕個人は確かになんかやるなと思うし、まあでもハッピーじゃない人もいるよねっていう。僕なんかね、ただの人だから、人っていうかね、別にね、東京オリンピックに絡んだ仕事とかしてるわけじゃないじゃないですか。そういう人からしたら別にね、をやるなぐらい思っちゃう人の方が多いのかなと僕は思うんですよ。ただね、まあオリンピックに出る選手とか、あとね、オリンピックの運営に関わってる人とか、そういった人はね、やっぱ気持ちよくない人出るでしょうね。でもまあ何でもそうだと思うんですよね、正直。何でもね、やっぱり良かったり悪かったりしますよ。変な話ね、僕の動画だってやっぱりね、ムカつく人はいると思うし、まあいいねっていう人もいると思うんですよ。ほら、動画の、まあ、ちょっと動画の話しちゃいますけれども、どの動画もね、やっぱね、人をね、一人も傷つけない動画とか、まあ映画もそうですけれども、一つもないと思いますよ。やっぱりね、例えば、病気の人が出てくると、本当にね、まさに今病気の人ってのは凹むだろうし、その動画の中にね。やっぱり韓国批判すると、韓国好きな人もいるわけだしね。だからね、まあもう、いろいろ言ってても始まんないですけれども、賛否両論あるなと。まあただね、9割ぐらいの人が嫌みたいなことはやめた方がいいなと僕は思ってますけれどもね。あとね、これ個人的な意見ですけれども、今回のね、このコロナウイルスと東京オリンピックのエンブレム合体させたやつ、これだから解放の表紙とかに使われてるわけじゃないですか。まあだから表紙とかだって別に僕はいいんじゃないのかなと思うんですよ。まあそういったね、東京オリンピックとコロナのことが書いてある内容なんでしょうからね。東京オリンピックがコロナで中止になったっていうのは本当ですから。まあ中に書いてあることがそんな失礼なことじゃなかったら僕はいいのかなっていうふうにね、個人的にはそう思っています。ちなみにね、この風刺が外国特派員協会で使われてるから、まあ外人書いたのかなと思ったんですけど、単純にね、どこの国の人が書いたのかなと思って気になったんですよ。もしかして日本人かもとかなんかわかんないじゃないですか。で、外人だったらどこの国っつって。そしたら書いてありましたね。表紙をデザインしたのは、だからこのロゴもそうですよね。東京在住のイギリス人デザイナー、ポセケリ・アンドリューさん58歳。新型コロナに関する情報が日々変化する中、今何が起きているのかをインパクトある形で描いたという。だからまあこれだけ見るとね、そんな悪い気はしないですけれどもね。麻生太郎副大臣の呪われたオリンピック発言や、五輪延期が発表された後に日本国内の感染者数が急増したことへの疑問にも着想を得たという、ちょっと否定的なちょっとネガティブかもしれないですね、この人ね。まあそれにしても東京オリンピックってね、まあとりあえず延期がね、まあ今年は中止で、まあ来年やるってことに延期が決まったわけですけれども、確かにね、これ麻生太郎副大臣の呪われたオリンピックじゃないですけれども、なんか東京やたら中止になるんですよね。過去にね、オリンピックが中止になったっていうのはね、すごい少なくて、ちょっと紹介しますね。過去にね、中止になったオリンピックっていうのは、夏のオリンピックが1916年のベルリンオリンピック、これが第一次世界大戦に中止。で、1940年の東京オリンピック、これがね、日中戦争のためにね、まあ返上っていう形でね、まあ、結局中止してますよね。これ、日中戦争で1940年の東京オリンピック、日本はやめますってちょっと早めに言ったんですよ。
それでフィンランドのヘルシンキでやることになったんですけれども、これもねなんかその戦争がもっと拡大したんでね、それでね中止、結局中止になったんですよね。1940年のオリンピックも。で1944年のロンドンオリンピック、これが第二次世界大戦で中止。だから夏のオリンピックはね合計ね3回中止になってると。で東京オリンピックは1940年の札幌、あだからあれですよね、1940年の夏のオリンピック東京で、今言ったように1940年の札幌、同じ年なんですよね。だから昔オリンピックって夏季オリンピックと東京オリンピック一緒の年だったんですよね。だから1940年の東京でやるはずだった夏のオリンピックも、同じく1940年の札幌でやるはずだった東京オリンピックも中止になってるっていうね。で東京オリンピックは1940年の札幌と、もう一個1944年のコルチナダルペッツォイタリア、これも中止です。っていうことでね5回中止になってる、夏3回と冬に2回、ここにね今年開催された東京オリンピック入るわけでしょ。だから全部で過去に6回ってことになっちゃいますね、今回の件入れて。でもこれオリンピック中止の6回中3回がもう日本関連っていうね、東京冬の札幌っていうね、すごいなと。それまあ呪われてるって言いたくもなりますけどもね。それにしてもね、来年にね、まあ、スライドした東京オリンピック、皆さんどう思いますか？開催すると思いますか？どう思いますか？ちょっとね前に紹介したニュースで、来年の夏の東京オリンピック開催するかしないかの基準はワクチンができてるかどうかによるんじゃないかっていうね、そういったニュースがあったんですよ。それを読んで以来、それを読むまでは別に僕何も意見なかったんですけれども、なんか感染者が全然来年の夏とかいなくなってればいいんだろうなと思ってたけれども、そのねワクチンができてるかどうかによるだろう、来年やるかどうかはっていう、そのニュース見て以来ね、僕はだからああそれは一つの指標になるなと思って、確かに来年の夏にねワクチンができてればできるし、できてなかったらやらないっていうのは一つのねすごいすっきりした基準になるなと思ったんですよ。だからそのニュースをチェックしたら僕はそういうふうに思ってたんですけれども、まあ来年ワクチンできてたらやるだろうしと思って。でもなんかね最近ね感染者のこう収束具合を見てると、普通にね来年の夏には収まっててね、やるんじゃないかっていうふうに僕は思い始めてきました。まあ楽観論というかね、これだっていう理由はないんですけれども、なんかね僕収束すると思ってます、正直最近。だから来年の夏のオリンピックねしないと僕本当は思ってたんですけれども、最近ねするんじゃないかっていうふうに思ってます。今日はそのところで。